はい、それではじゃあ実際に餌をつけて打ってみましょう、ね。餌の大きさはね、大体これぐらい、親指の頭ぐらいかな、大きさがね。でこれをまあ針につけていくんだけど、いつもつけ方はこう打ち始めって一緒なのね。でこの餌がまず棚まで持ってくれるかどうかが1投目の鍵です。棚まで持つってことは浮きがズブ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 潜っていくっていうこと。まずこれが絶対条件で、食わせの方も1投目つけるんだけど、いればというか、魚がうどんに反応するしないにかかわらず、このうどんが下まできちんと持ってなきゃダメだね。でなおかつそーっと上げてきた時にうどんが戻ってくるようなぐらいしっかりした方がいいかもしれない。合わせて戻ってくるようじゃ硬いけれども、そーっと上げれば戻ってくるぐらいの硬さ、ね、これで打っていきましょう。それでは第一投いきますよ、ね、狙ったところに打っていく。でここで手元のボールの中は次の餌を用意してます。ほらどうかな、ほら全部潜っちゃったね、浮きが全部。ってことは今の餌じゃ圧が強すぎるか大きすぎるかどっちかなわけで、まず次も今一頭潜っちゃったから、これはもうどうにもならないね。でも餌はちゃんと棚まで持ってるってことが分かったんで、あとは下の食わせ、つまりこのうどんが針についてるかどうか、これを確認しなきゃならない。ほら落ちちゃってるでしょ。そーっとあげたらこれじゃ釣れないんだな。じゃあもう一回いくよ。今度は一回り小さくしました、上の餌をね。先ほどよりも上の餌はちっちゃいね。うどんは同じ。これで今度は小さくして同じ指の圧でこうやってつけました。だからこれでも潜っちゃうようであれば、餌全体が重たすぎる、餌全体が開きが足りない、こういう風になってくる、ね、そうするとこれでも潜っちゃうようであれば、次の一投はちょっと水をつけて打ってみる、ね、これで上の餌と下の餌がきちんと棚まで入りました。ここから上の餌が今ムズムズムズって動きましたね。上の餌が溶けてどん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 目盛りは出てくるはず、ね、ところがこういう中でも鋭くパッと当たった時には当然効いていく。なぜかというと感覚は宙吊り的な感覚、今みたいなあたりは合わせていきます、ね、よいしょ、ね、何発も何発もまず寄せること、それが一番最初にやることです。それも上に水面のところに寄せるんじゃなくて、自分が狙った棚に寄せていく、ね、ちょっと上がりが悪いんで少し手水をくれます。少しね、徐々に徐々にかけて、ほらみんな潜ってっちゃうでしょ。これじゃ釣りにならないんだよね。やっぱり上の餌がこういうところで止まってくれないとダメなんで、ほらすっごいシャワー漬けね、ちょっとしっかりしすぎてるかなっていう感じだ ね。もう少し柔らかくして餌を開かせましょう。ちょっとお水足すとすごく開き良くなるんで、ほらすごいでしょ。これが今は上の餌がついてるんで宙吊りのイメージね、いい当たりだったら合わせますね、スパッていく、いい当たりだったら合わせていく。ところがぬるーとかずるーとかそういう当たりだったら見送るね。だから非常に活性ありますよね、浮きよく動いててね。でこういう中でも小さくても鋭い当たり、はい、これで上の餌が抜けてきました。これでもう下の餌だけですね、うどんだけで、うどんだけになったらここでこうやって誘いを入れていく。軽くだよ、餌自体はそんなに動かない、糸の水中でのテンションが変わるだけなんで、それによってあのグリーンぐらいがチャッと入るような当たりが出てくればもう持ってこいだね。食いがいい時は段差をどんどん詰めていく。逆に食いが悪い時には、今なんかは糸ずれだけど、食いが悪い時にはもっと伸ばす。ああ
潜っちゃった。ね、なんとかここでバラケが落ちろ。うわすごいね、バラケに体当たりだね。ゴーン、うら浮きこんなになってるでしょ。相当魚に活性があるんだよね。持ち上がってこい。そうだ、オラ上がってきた。弱い、オラズルズルズルでしょ。あれがもう少し力強くチャッと、そうすると食ってくんだけどね。俺弱いでしょ、ズルムズってね。もう少ししっかりと、あいい当たりだったね。これね、今皆さん例えば浮き見てて感づいたことあります？これね、下がねもう掘れてきてるんですよ、棚が。ここまで入るのはいいんだけど、こっから餌が溶けて上がってこない。上の餌が溶けてるんだけど、もうないんだよ。上の餌なくなってパラ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 、もう絶対ばらけてるはずなんだけれども、それが下張りがこう地面が掘れてることによって下から切れちゃってるんだよね。宙に浮いちゃってるの。だから乗ってこないんだな、これがな。活性の高いヘラが餌に集まることによって、そこが掘れて下の食わせの餌がそこから浮いてしまってる状態になっているのだ。ここでちょっとテストしてみようか。何がおかしいってね、棚がおかしいのよ。これで赤がもし潜っちゃうようだったら棚が掘れてますよってことだよ。いいかな。まだね釣ってないんだよ。ただ餌10発ぐらい打っただけでね。僕がさっきやったのはここの赤、この赤が餌落ちなのに潜っちゃう、ほら黄色になっちゃう。ね、これだけ狂ってるってことです。だから釣れてこない。もうこの位置ですぐに直す。今何色が出ましたか？赤の上のこの黄色でしょ。ここへまずトンボを持っていく。黄色へ。で餌落ちが赤なんだから赤を持っていく。こうやって常におかしいと思ったらね、棚をこうやっていじっていかなきゃダメです。今これを見た人の中で、ああ棚がずれてるなって感じた人は対応は早い。なんだろう、空積んだいい当たりだなんて思ってると痛い目にやっちゃうからね、気をつけてね。必ずそういうことを確認することね。そう入ってってで返して、そうもうちょいもうちょいふわーっと上げてこい。弱い、ムズ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 してるだけだね。弱い、うらうらうら、あらららら、糸ずれだ、あらららら、糸ずれた糸ずれた、すんごいな、引っ張っていっちゃって、うわずーっとこうなんかが触れてんだよね。当たった、いいヘラじゃない。お見事。次の日、クマちゃんは活性がいいのでバランスの底釣りをすることにしました。はい、昨日の状況をですねちょっと踏まえた上で、こんだけ段差の底釣りをやってみて、でこれだけ浮きが動いちゃうっ
ということはある程度段差の底ずりっていうのは説明したようにだいたい40枚ぐらい、これが目安なんですね。ですからそれ以上釣れるってことは相当浮きが動いてしまうってことなんですよ。だから渋ければ渋いほど段差の底ずりへ行く。例えば今日は段差の底ずりやろうと思ったんだけれども、実際段差の底ずりで打ってみたらすごい浮きが動いちゃったと、こういう時にはもう即バランスの底ずりに変えると、ね、逆にバランスの底ずりで入ったんだけど何にも動かない、こういう時には段差の底ずりに変えていくと。この辺は打ち始めて臨機応変に対応していかないとなかなか釣果は出ないんですね。で昨日やった感じではものすごく浮きが動いちゃうんですよ。ですから今日はそれを踏まえた上でバランスの底ずりから入ってみようと思います。バランスの底ずりの餌は団子の底ずり浮遊ペレ底それぞれ 100cc にペレ銅を 200cc、 そこに水を 200cc、 合わせ用に別に細粒 50cc を水 25cc で溶いたものを状況によって加えて使用します。タックルは竿が12尺、道糸が 0.75、 ハリスは42センチと35センチともに 0.355、 針はアスカの4号を使います。重りはタングステンの第1個と板重りで調整。浮きは三つ乗りの底ずりスペシャル18番。ポイントは棚を取るとき棚取りゴムに両方の針をつけること。これにより両方の餌がきっちり底につくのだ。もう昨日のねあの動きじゃバランスの方がつると俺は確信した、ね、でももしかして打ってみたら昨日あんな動いたのに今日動かないよってことになるかもしれないんで、そうしたら状態が良くないんだから段差の底ずりに変えていきます、ね、これをちょっと頭に入れて今日は釣りをしてみたいなと思います。餌はねそんな大きくないバランスの底ずりの時は俺はで小指の頭ぐらい、ね、これを雨だれ型につけて打っていきます、ね、よし止め、今流れは右から左へ流れてるんで、若干浮きは右の方へ落とした方がいいよね。さあこれで浮きがちゃんとやっぱり黄色が真ん中の黄色が潜るぐらいまでいかないとダメだね。全然潜らないね。ってことは餌が持ってないか、もしくは途中で餌を落とされてしまったか、どっちかだと思います、ね、まず魚がいない状態の時に餌がどれぐらい持つのかってことをしっかり頭に入れておこうね。これが底ずりのもう絶対的ポイント、ね、寄ってきちゃったらみんなねもうね当たり追いかけちゃうから、そんなことをこうどうでもよくなっちゃうんだよね。もう当たり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 っていう風にね、いつもねこうね半分ぐらいこう手水つけて少し柔らかくしてる。必ずこういう風に2つに分けておきます。あいいじゃないほら、ねだいたい2目盛りから2目盛り半ぐらいは入っていくと思うんで、これが魚が寄ってきたら必ずあの下に今潜っている黄色がふわっとこう上がってくるんですけど、まず自分の餌がしっかりこう棚まで持ってることを確認してください、ね、でここで当たるまでずっと待っててもしょうがないんで、あ餌が持ってるなっていうことが分かったらもうこの時点で餌は切っていく。棚までちゃんと持ってないととにかく底釣りは釣れません。それだけはしっかりと自分の中で押さえておきましょう、ね、で横で例えばね浅い棚の 1m を やられたと、でその人が釣れてて底釣りやってる自分が釣れないなんていう時はそこに結局ヘラが落ち着かせる技術がないだけのことであって、ね、
宙吊りが確かにその日にはベストなあればやっぱり宙吊りをやるべきだし、底吊りがいいっていう時に底吊りをやらないとか宙しかできないとか、これもまたねこだわりの一つかもしれないけれども、やっぱり何の釣り方でもいろんな餌もあるし、いろんな竿もあるし、いろんな浮きもあるし、いろんな針もあるんで、どういうような釣り方でもやっぱりある程度できるようにできるようにしていった方がいいね。この時当たった、いい当たり、今パッと一目惚れ入ったね。おらいいヘラだ、でかいなおい、今日一だ、ほらでかいなおい、どうですか、ナイス魚体でしょ。ほら赤まで行っちゃって、あそこで止まってて、あの赤がツッと入っていい当たりなんだけれど空振りが多いよね。今ムズムズムズって入ってたでしょ、あれじゃダメなんだよ、あって動いてる時はダメ、止まらないと、止まってザッと行くから、ね、止まっての当たり、こうやって釣れちゃうと、いや棚なんか狂ってねえんじゃないかなとかって思っちゃうんです。でも必ずやること、なぜかっていうと全部食ってくるのが下っ張りばっかり、ね、上張りで棚取ったんだから俺は上張りを食わしたい、そうするとリャンコの可能性もある、ね、下張りばっかり食ってくるってことは棚が少し切れてるか、もしくは餌が安定してる、下にこうに安定してる餌の方が食い気がいいのか、そういうことをやっぱりこう常に疑問に思って、ああ安定した方がいいんだなっていう時は棚はずらし気味にどん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 ずらしていけばいいわけです。それじゃあね、まずこのロット操作を先にちょっと説明をしましょう。どういうふうにロット操作をしていくかっていうと、今打ちました、僕が持ってるのはいつもこの位置です、この位置ね、今浮きがゆっくりずっと馴染みました、トーンと下へついて餌が2つ定着して、浮きが3目盛りの馴染みです。ここでまず動きがない、もう10発15発打ってて動きがない、この時に軽く浮きを動かします。今手動かしましたよね、そんなに極端にこうやって動かすわけじゃないんです、ね、よく見て動かしてもちょこっとこういう動きですね。今持ってますよロットで、上がりが悪いから上げさせます、浮きを送りました、これで目盛り半目盛り上がってきましたね、こういうふうにちょこっとした動き、こういう動き、これを動作の中でやっていきます、ね、浮きの上がりが悪い時にはロットを送る、逆に浮きの上がりがいい時には魚はかなり棚にいるんでむやみにロットを動かすことはない、握った状態から浮きがゆっくり入ってきます、馴染んで止まりました、誘います、上がってきました、また動きました、こうやって今度上げさせます、今送りましたよ、ね、こういうふうにちょっとした動作をやっていく、はい、今度はすんなり入ってしまいました、ね、浮きが深馴染みしてるんで送りました、今ロット送ったからね、これで赤が見えてくるはずです、また送りましたよ、触ってる、今のは馴染んでチクッと当たりましたね、ちっちゃかったけどね、いい当たりだね、よいしょ、よし、すごいよ、ほらこれね、馴染んでってほら止まったでしょね、それでもって浮きが上がってくるなり下がっていくなり何もしないからまずフェイントをかけて、ね、糸が張ってるかどうか、浮きから下の糸を張らせるかどうか、そこの部分をうまくやっていくと、うわすごいな、これ結構大事なテクニックだね、今一回誘ったら一発でタッときましたね、うらね、みんな上張りだ。じゃあ今度は僕はいちいち説明をしないんで、皆さんは手の動きだけを見て、あどういう状態なのかなっていうところをちょっと自分なりにねやってみるといいよね。
さあ、いくよ。さあ、みんなも一緒になって考えようね。もう動かしてるからね、よく見せてね。どういうことなのかっていうところね。今どういうイメージだから熊谷がそこを手を動かしてるかっていうところをね、よく見てくださいね。さっきは一つ一つ説明をしたけど、今度は説明してないんで、そういうところはやっぱりこう浮きを見ながら、ね、イメージトレーニング大事だよね。今馴染み込みでね、カカカって触ったんだよね。でこういうふうに自分の中ではもう無意識のうちにやってるんで、意識しちゃうとでかくなっちゃう。何にも言わなければ意識しないんで、結構スムーズにやるから、それが本来なんですよ。ね、あ、落っこちた。もったいな。どうかな。うわ、いい当たり。結構いい当たりしてきたね。乗ってもいいけどな。わかりますか、今どういう状態か。ロッド操作を今見てもらったんだけれども、それプラス今度はロッド操作だけじゃダメなんだよね。餌付けも大事。これは僕がいつもつけてる通常のつけ方です。通常のつけ方ね、打ち始めと同じですか。で、まあ、これで打っていく。でもう今魚寄っちゃってるんで、よく浮きの動きを観察してください。次に打つ餌をここで解説、僕なりに次に打つ餌を解説していく。まず浮きが立ちました、ね、ここで今止めました。ということはもう魚がちょっと上っ調子の魚が結構いますよっていうサインです。馴染みが全然入りませんね。ということは途中で餌を落とされちゃった可能性が大です。ですか。とも次の一頭は同じようにつけたらまた同じことが起きてしまうんですよ。だからもう次の一頭はもう少ししっかりつけていかなきゃいけない。つまみました。さっきより少し大きいですね。つまんでます。でこれを今度はつけていくわけです。大きいってべらぼうに大きいわけじゃないですよ。さっきは簡単につけたんだけど、今度は少ししっかりつけていく。なんでかって言ったら浮きがなじまなかったからね。これで打ちます。はい、打ちました。今大きくつけてしっかりつけたからちゃんと浮きが入りました。こういう状態なんだけど、さあそしたら今度この浮きが上がってくるかどうかなんです。そのためにはさっきのロッド操作が必要なわけです。これをミックスしていくわけで、必ずどれか一つだけじゃダメ、必ずミックスしていくね。おっと、いい当たり。そしたら大きくつけたら持つんだから、次の一頭は今と同じような餌の大きさにしていきます、ね、ちょっとしっかり気味につけないと持たないんだから、ちょっとしっかり気味につけていく。こういうことね。これを浮きを見ながら判断していく。例えば上ずったっていうってことは、こう餌が下に入った状態で浮きが動かないのを上ずった。下に入ってこういうふうに動きがあるってことは上ずってるわけではないですね。下にもちゃんと魚がいるっていうことですから、要は下まで餌をちゃんと持たせれば当たりになるってことと、今のところこれでつける餌は同じようにつけていくんだけど、釣れないよね。釣れないから一つ考えられるのは餌が持ってない。もう一つ考えられるのは餌が硬い、だから釣れてこない。こういうことが考えられるね。そしたらこれを柔らかくするには手水を打っていきます。
手水を打つのに全部打たないで指先ちょっとこう濡らしてもらってね、手洗うような感じで濡らしてもらって、このままボッとガッと上を置いてもらえばいいね、軽くね、同じようにつけていきます。またここはさっき大きい皿持ったからって大きいのつけないよ。一つ工程をやったんだからまた最初からやり直しね、一頭目の打つ餌の大きさからやり直しいいですか。でまたこれ1投目から考えて、触りはどうか、馴染み幅はどうかね、浮きの上がり方はどうかね、上がってこないから上げさせてやる、上げさせてあげようと思ってフリーにしたんだけど反応しないから今度は逆にプッと糸にテンションをかけてやる、こういうことの繰り返しだね、常に常にね。で今柔らかくしたから今度は餌が持ちません。次の一頭は柔らかくして持たないんだから、やはり柔らかくなった餌でも少し大きめにしっかりつけないと棚まではいかないぞっていうことを浮きが表してるわけ、馴染み幅で。で上ずった時っていうのはもう上でこんなになってきちゃったり、ね、逆に上で触るけど下に行ったら全然静かだとか、そうなってきた時には魚が頭を下にこういうふうに下げないだけなんです。この餌に対してこういうふうに食いに行かないんです。これを食いに行かせるためには下にこういう玉っころをいくつも置いとこなきゃならない、こういうふうに。そうすれば必ず魚はその餌を食いに行きます、ね、じゃあそれはどういうふうにしてこの置き餌っていうんだけど、どういうふうにして例えば置いてくるかっていうのをやってみましょうね。僕は上っ張りで釣りをリードするって言ってるんで下っ張りは同じようにつけていきます。上っ張りはいいですか、丸めます。丸めたら上から針を刺してください。こういう状態見えます。これは食わせる餌じゃなくて、要は水中に行った時にこのままこうやって合わせた時にポンってこうやって落としたいんですね。だから極力しっかりした餌の方がいいわけです。溶けちゃダメなのね、これは落としたい。こういう餌を入れていきます。ちょっとこう糸を引いて触りが少ないような時、今なんか多いから気をつけなきゃダメだけど、逆に触りが少ない時もあるんだよね当然。そういう時っていうのは今度は普通につけたらすんなり入っていっちゃうんだから、今度はわざと上っ張りは甘くつけていく、ね、下張りは普通通りにつけて上っ張りはこういうふうに角張らしてつけていくとか ね、こういうふうに変化をつけていく、こういう方法もありだと。常に上っ張りで僕はリードしていくんで、上張り上張りへ食ってくるように、上張り上張りで魚を導くようにしていきたい。ね、もう打ったら次の餌持ってます。一番いけないのはこうやっていつまでもこうやってやってる人、まずこう、じゃあこの餌をですか、この餌をハリス持って針につける時にまたここでこうやってやるんですよ。そしたらこの餌は水の中に入って膨らまないんだ、膨らみが悪いわけでも、いじってなきゃ気が済まないんだからいじってていいです。でもこの餌はつけないで捨てちゃってください。また新しく取りましょうね。癖がある人はそういうふうにしとくと随分違うよ。大丈夫かな、ロッド操作やってるかなみんなね。なんかもう俺ら癖になっちゃって無意識のうちにそういうことするんだけど、慣れないうちは忘れちゃうんだよね。だから何度もこう見てもらって、あ、これやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないね。馴染みがすんなり入った時はどうするんだっけ、馴染みが深すぎた時はどうするんだっけ、餌付けはどっちだっけ、ね、そういうことを一つ一つやってってもらえると釣果はグーンと絶対上がりますからね。僕もやってるんでみんなもやりましょう。うう今日一かな、でかいぞ、よっしゃー、うわ、どうですか、いやいや、セミの顔でしょ、ほらちょっと長助っぽいけどね、下がうーんってるけどね、満足ですよ。
釣れるじゃないですか。